どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。How it feels to be 5 sus カッコトロールということで、5つの疑いをどのように感じますかということですかね。少ない！5つは少ない！トロールコースだったらその10倍の50個、いや、100個の疑いがあってもおかしくないコースですよ。あ、でもさ、あのオープンブロックがあるじゃん。あれが101個あったら、101匹ワンちゃんみたいじゃない？そういや最近気温が下がってきてさ、めちゃめちゃちょうどいい時期になってきてない？いや、こんくらいがいいよな。毛布1枚で寝るのが気持ちいいみたいな。で、朝起きるとき二度寝したいがためにわざわざいつも起きる時間より早く設定するみたいな目覚ましを。こんなどうでもいい話してたらさ、なんか右にボムヘッちゃってきた。ですよねー、今草かな。いや待てよ、右のバネがそもそも罠っていう可能性がある。乗っても隠しブロックがあって結局やられますみたいな。だからこの下の動画正解だ。ジャンプするしかないのかな、これは。絶対魚が投げてる。やっぱりお前か。来ないの。やってくるじゃん。じゃあさっさとバネに乗っちゃおうか。で、隠しブロックやっぱりやるじゃねえか。だだだ、いや待て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 、もう来ないよね。なんかさっきと挙動が違うな。上手だ。いや、うまいね。この罠のことじゃないよ。焼き魚のことを上手と言ったこと。自信過剰も大概だよ。あ、これを取ってよかったのかな。取ったダメなような気がする。こっちでいい。なんかブブーって言われてるな。そのブブーやめてくんないかな。もう結末がわかるじゃんか。絶対右の30コインの方にいて潰されてやられるみたいな感じでしょ。やっほー。僕思うんだよね、トロールコースだったらあえてこっちを壊した時にピンポンってしてた方がさ。あ、合ってる合ってる。よし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 、このドキャーっていうリアクションが取れるじゃんけ。ここあえて右を失敗。ベッターならば左を失敗で、あの目というガス。そうすることによってこのレールがやっぱ急に変わってダッシュしたらいけないっていうことをみんなに教えてやったんだ。え、今日の実況大丈夫？うざくない？お前何しゃがんでんだよ。いや違う違う、あれよあれ。いや僕ね、いつも十字キーで操作するんだけど、たまにそういう誤入力があるのよ。あ、はい、どうもこんにちは、遅れましたね。で、コースを作る画面とかさ、指のカーソルが出てくると思うんだけど、そのカーソル今勝手に左側に行くからな。どうなってんだよって話だよな、僕のコントローラーは。いやー、ここは逃げていいよ。たまには逃げていいんだ、シジ君。シジ君、もう普通に実況してった方がいいと思う。たまにエヴァとかサザエさんとかワンピースのネタとか出してくるけどさ、そういうの分からない方いるからやめようよ。だから今から普通に実況していこう。この扉の先から実況していくよ、普通に。領域展開。僕がやりすぎて消防電子つまんねえんだよな。あーって言われてるね。じゃあこの土管の先には何なんだい。デカキノコを持ってこいっていうヒントを書いて、いや、このまま上に行けばもしかしたら先には進めるわけねえだろ。何コースから出てんだよ。やめるな。ならさっきのヒントの通りなら、このデカキノコを取ってここでパーに押し出されろっていう感じかな。わ、こういうのあんだね。初めて知ったかもしんない。さあ扉に入ってここでブロックを壊して先に行こうか。え、これ先進めない。え、じゃあ、え、フラワーと、あ、わかった、これ壊しちゃいけなかったんだ。だからこのトゲベッドをかぶってここ1個だけ壊して先に進めっちゅうことか。なるほどね。いや、これでもう一回ヒントなんか変わってんのかな。そしたらすごくない。あー、やっぱさっきと一緒っぽいね。じゃあこのままやり直すわ。いや、なんか変わってる変わってる。キットガット。あー、なるほどね、キットカットの進化系ね。だからここはブロックを壊しちゃいけない。待っておいたらフラワーとトゲメントが出てくる。で、この魂のフラワーを取って先に進む。もうやめろって、そういうネタ。今回はちょっとマニアックすぎて、多分分かる方半分もいねえって。じゃあこうなんか勝手に上で、いや、ちょっと待って、その方題は下に行かないで。まあ僕の予想からすると、この画面が終われば中間ポイントがあると思いますね。まあ王道的な作りで言えば、3画面終わったら中間ポイント1で、もう3画面終わったら中間ポイント2で、もう3画面終わったらゴールみたいな。おいおい、舐めてんのかい、ブラバちゃんよ。ノーダメで僕がその土管に入れないと。でもここだ、土管に入れません。中間ポイント1ある。旗洗って待ってろよ。面白い、この仕掛け。じゃあ当たっていいんだね。当たって右に進めば中間ポイントが取れる。本当に取れるのか。あのハイヤーフラワー取っていいのか。取って右下に行くしかないもんだよ。頼む、スタート取らせてくれ。よっほ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 。
シャハハハ、めちゃめちゃ嬉しい。なんかめちゃめちゃ長かったような気がするんだけど、何が起きてるか全然わかんねえ。なんなんだろ真相は。お前はずっと潰れてろ。うわ見て見て、右にブロックがあるってことはここ壊れて絶対に中間ポイント戻しあるよ。まあそんな中間ポイント戻し僕は引っかかりませんけど、すいませんフラグです。でこのハテナブロックなんだろうな。まあこれは罠はないよな。そんなところで問題は左よ。こいつ絶対罠と思うんだよな。ちょっと話変わるけどいい？この前オフ会行った時にハテナブロックは全部叩いてくださいよって結構何人かに責められたんだよ。そいつらに告げ、絶対に僕がこんな罠と分かってるハテナブロック叩かねえかんだ。あいつらのせいだ。そのあいつらはスッキリしてんだろうな。きっとハテナブロックを叩くことによって、あ、花がいたのかみたいです。僕が苦しんでるということを知らずにね。隠しブロックを叩きます。でこの砲台急に襲ってくるとかないかな。ピューって来そうな気がするんだけど、これ取れる？あ、取れるんだね。先にツララに当たるかと思ってた。今なんて言おうかちょっとリアクションの準備してたんだけど、待って待って待って、え、こっちじゃないの？絶対この下に行き道があると思った。で、ファイブダム、意味がわかんないよ。ファイブダム、ダムの意味がわかんない。ダムって言ったらさ、あの貯水するやつ、あれの意味しかわかんないんだけど、そう、これ全部壊しておこうかも。で、ファイブダムの意味わかんないからさ、違う意味を作ろうぜ。ちょっと待ってて。誰が M だ、誰が。さあここは左ダッシュして土管の方に行っちゃおうか。そしたら土管の方に入れる。で次はまたダムって書いてるな。で右下フィッシュ、どっかに魚。めちゃめちゃいいタイミングじゃん今の魚。あそこまでタイミング良かったらさ、テレコですかって言われちゃうからやめてくんないかな。じゃあここはダー。もう嫌なんだって、何か来たら反射的に叫んでしまう自分がさ。僕はね、もう口にガムテープでもつけてな。あ、ガムテープつければいいのか。ちょっと待って、ガムテープつけてくるね。頭おかしいことすんな。うわ、めちゃめちゃ気持ち悪い。いや、ガムテープガチでつけたんだけど、あの紙製のやつじゃないのよ。めちゃめちゃ粘着力がいい布製のガムテープをつけたんだけど、口の周りさ、テープのノリっていうのかな、あれが相当まだ残ってて、何やってんだろうな。一回みんなやってみてよ、その布製のやつ。布製ってなんだ、布製って。誰かの家か。いや、実写だったら面白いかもしんないじゃん。口にガムテープがついてても、あ、なんかバカなことやってんなみたいな感じで見れるかもしんないんだけど、もうそうじゃなかったらただの頭のおかしいやつだって。しかも状況が状況よ。いや、僕の状況パン1でガムテープを口に巻いてゲームをしてるっていう。もうとんでもねえバカな野郎だなと思うんだけど、ここはどっか入れないよ。うん、売りってなんだ、売りって。俺の体で安かねえぞ。その安くないっていう証拠に僕が今使ったガムテープメルカリで30万円で出します。メルカリ最低価格の300円の価値もねえわ。さあここはすぐに乗っちゃえばいいのかい。それ左を、なんか今日しょうもねえ雑談が多い気がするから、こっから真面目にやっていこうか。左押しっぱじゃなく、ここは右押しっぱでいい。あれ、なかなか落ちてくんないね。落ちた瞬間右みたいな。オッケーオッケー。そしてこのブロックを壊して左下です。あぶねえ。そうはいかねえぞ。そう簡単に罠に引っかかってたまるか。誰か助けて。よしよし、ちゃんと違うブロックくん出てきてくれるんだね。そしてここでチビになって先に進んでいく。で、このブロックを壊していいのかな。まあ、上には行けないもんね。だからブロックを壊…ちょっと難しくないかこれ。ちょ、助走が…助走…よしよし。うわ、これ落ちたらやられるんじゃない。いや、分かった、ここに中間ポイントがある。そうなんだろ、多分中間ポイントがあったかどうかは分かんない。まあ、どうなんだろうね。なんか今さ、光り輝いてたから中間ポイント多分取ったんじゃねえかなと思うんだけど。で、ここに素直に入らせてくれる。あ、多分あれ絶対中間ポイントだよ。まあ、僕は見えないけど分かってるんですね。じゃあこのフロアでやめろー。え、中間ポイントじゃないの。期待させんなって。あのグパクラの場所を絶対中間ポイントだと思うじゃんか。あんな光をしてる。なんださっきとなんか罠が違うじゃねえか。右に行けるようになってないか。ってことは
実質中間ポイント取ったみたいだ。でこっから別のルートがありますっていう感じなんじゃない。まあここはさっき見たから飛ばそうか。今さリンク取ったら右側が開いた気がしたんだよな。あやっぱり開くね。ってことはこのコースめちゃめちゃ長いんじゃない。中間ポイント2を取る前にさこんな罠を変えてくるってことは右じゃないのね。変えてくるってことは絶対に中間ポイント2まで長いんだよ。もうそんな予感しかしないね。なんだあの左のバネは。魚フューチャリングバネ。このバネは魚を飛ばしてくるためだったのね。見とれてしまったよついつい。じゃあここでヒップドロップをします。で鉄球が出てきて、これはどうしようか。死んだふりで行く。いや無視しちゃっていいよな。このデカキノコ取るから。バネかなんか隠れてんのかなこの砲台の中に。じゃあ砲台に近づかないようにして上に上がっていこうか。おそんなわかるわけねえじゃんか。見えないところのバネなんてさ、おそんなわかるわけねえじゃんか。見えないところのドアなんてさ。ドアにも入れねえし、ドアじゃないのかね。でも僕は何が出てきてもいいように対処するよ。おらら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 。なかなかチェックポイント2を取らせてくれないのが怖いよな。どんだけ長いんだよって話だよ。もういつ終わるのって感じなんだけど。じゃあ USA を取って扉に入っていきます。でここは何もしないでいい。いや僕しゃがんでないからね。この上なんかあんの。強制的にしゃがまされたんだよな。このドアに入ってもう一回戻ってくる。あ戻ってきたよ。これでワンチャンやり直し効くみたいだ。おばーすぐ左に逃げます。これでファイヤーフラワーが取れるっていう感じなんじゃないの。オッケーオッケー。そしてすぐに7分取っていいのかな。なんかすごく悩んだ悩んだ結果大丈夫。あらね簡単に行こう。大丈夫なんじゃないこれ。でこのリンクを取ってすぐにこの鍵止めるが入っていくから。よーしめちゃめちゃちょうどいいじゃん。え中間ポイントはこれさっき見たこの場所。いやさっき見たよね。あ、わかった。これを取ることによってなんか変わるみたいな、そんな感じなんじゃない。いやこのクッパクラウンが何かの鍵となってるんだよ。あ、ここやっぱ中間ポイント2になってんじゃんか。でこっからどうするんだろうな。さっきと違うパターンが来るんでねえの。さあ土管に入っていこうか。でこっちの土管なんだったっけ。あ、さっきと違う。さっきブラパが押し寄せてきたもんね。でこれはハテナブロックいろいろあるな。パンパンパンって叩いてみようか。パンパンパンからの何もない。あこのデカキノコを取ったら下に行けないっていう感じなのかな。一旦下行ってみようか。ちょっと可愛いじゃねえか。じゃああのデカキノコが来る前にすぐに下に降りようか。そしてこのデカキノコを取ってこの土管に入っていく。まあ取っても取らなくても結局このスーパーキノコ状態だから。ゴールか。左のツタゴールなのか。いやーやっぱ違うよな。まあ、右から10マス目がゴールっていうのは分かってる。でもさこのトロールって結構スクロールするから分かんないんだよな。これ当たっていい。さあここから上に行けばいいのかい。なんか全然優しそうな場所だな。ちょっと待って上ない。え絶対あると思ったけど、あそこにガチブロック。なんか全然罠に引っかからないね。待って待って待って。えこんなに調子よく行っちゃっていいんですか。これもいけるいける。これ多分ねやられるところないと思う。あの針のところぐらいなんじゃない。ちょっとあの針のところ絶対隠しブロックがあったと思ってもう無言になってしまったんだけど。待って待って待って、あっちゃー。なんか急にぬるくなってきてない。まあ簡単なら簡単でちゃちゃっと進ませてもらいますよっと。さあリンクを取ってあのオンオフを変えればいいのかな。右ギリギリまで行ってみよう。ギリギリまで行ったらオンオフは変わらない。でも分かってんのよ、オンオフしたら左から急に何か来るんだろ。だからオンした瞬間すぐ右に出してくる。ゴールはまだかい。水石地さん、この石灰このドアの先にあるのかい。じゃあ一旦下げろ。やめろやめろ、来るな来るな。いい子だ、ちゃんとやられてくれるんだね。さあこの先にゴールはあるないね。なめるな。オンすれば下から何か来る。そっちか。いやでもね絶対間違ってないと思うよ。あのオンオフをしたら砲台が急に上がってくると思うから。だからオンしても何もしない。よっし制作者よ、すべて俺の勝ちだ。ここからちゃちゃっと進ませてもらおうかな。鍵は取れないのかい。どっか急に魚が来るとかないのかい。どうなんだ。一番右が実は鍵です。ダバダじゃないんだよ。まあこの方ですね、素直にゴールを見させてくれるとは思えないね。あ、ゴールはないのか。あ、ゴールじゃんみたいな感じで収まると思います。これは一旦右行ってみようか。右からはいけそう。え、これ右の鍵が入ればいいんじゃない。鍵取っても意味ないってことかな。まあ、いや一旦鍵を集めたんで鍵コインか。ゴールあるじゃん。え、これ
これピンコイン全部集めたじゃん。え、なくなっ、なるほど、こっちが開いてくれるって言うわけね。で、この鍵扉はどこに出る。あー、ありがてー、ありがてー、あったけーよ、心が。優しいよ、生産者さん。じゃあ、ここはすぐ右に逃げちゃうか。あー今、やべえ声出なかった。とうとう人の息超えたかもしんない。まあ、僕はもともと人じゃないんでね、ここで一味交わします。で、右ラッシュしてっていいのかな。下の方で絶対何かしてくる予感しかしねえ。あ、これ左の声何なんか腹立つな今の。じゃあもう右ラッシュしていくよ。右ラッシュして、え、こっから右、頼むぞー。かわせんのあれ。右ラッシュして左を進化するよ。で、これでゴールが、やったあ、あんな感じでゴールするんだ。いや、もうちょっと違うイメージしてたんだけどな。まあまあ、無事ゴールできましたね。すごく楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ハリクレーンを抜けて脱出しろって書いてるんだけど、サムネを見る感じクレーンに捕まった瞬間降りる、それを素早く繰り返すっていう感じなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.48%。 いや、いいね、今回の一発マリオ、ザ一発マリオっていう感じしない。で、ゴール条件がコインを1枚取ってからゴール、まあ、その1枚のコインがどこにあるかが問題なんだよな。スタート位置にはなさそうってことは、このクレーンを降りた先にあるんじゃないのかな。いや、これ長くね、このクレーン。いや、いけるいけるいける。で、コインは見つけた。怖いって、そんな声で子供とかくれんぼしたら絶対に泣かれちゃうって。まあ、さっきはさ、ちょっと最初コイン探してしまったけど、これで全然余裕で取れるんじゃないかな。いや、ここめっちゃ最後のコイン取るところでさ、時間かかりそうだから、そこまでめちゃめちゃ早く行きたいよな。だから、あの最後はループスの少女ハイジになりたくないですか。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの。口笛はなぜもう吹くことができない。教えておじいさんおばあさんでもいいよ、だから僕に愛をくださいもうここ全部カットするよ。これね、右下に行くまでが意外と難しいのよ。で、行ったら行ったで、あの針地帯でしょ、あの針地帯を越えなきゃ。来た、はい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 、いいよ、はい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 、やったいや、これ神コースだわ。クレーンを降りるときは疾走感があって楽しいんだけど、最後には細かな操作をしなくちゃいけないっていう一石二鳥みたいなコースですね。何が一石二鳥だ、意味わかんねえんだよまあ、すごく楽しいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。これピクミンじゃね？